フルのようなインフルエンザの薬の真実。こんにちは、内科医の松本です。今年もインフルエンザが流行するのでしょうか。さて、今日はインフルエンザの薬の話です。人類が誕生してから20世紀の終わりまでは、インフルエンザらしき症状になったら家で水分をしっかりとってゆっくり休むのが基本でした。インフルエンザは健康な人であれば 1,2 週間で自然に治り、特別な治療は必要としない病気だからです。インフルエンザがひどくなるのは、まだ免疫機能の弱い乳幼児やかなり年配の人や、もともと病気がある人の場合が多いのです。さて、今世紀になって日本ではタミフルやリレンザというインフルエンザウイルスをやっつける薬が登場し、インフルエンザの特効薬としてたくさん使われるようになりました。私も普段元気な患者さんでインフルエンザになったからとこうした薬を請求されたことが何度かあります。基本的にインフルエンザは放っとけば治る病気であること、副作用もあり得るし、せいぜい1日症状を早く改善する程度ということもお話しして、それでも欲しいという方にだけ処方していました。皆さんや皆さんの周りにもタミフルなどを使った方がおられるのではありませんか。またタミフルなどには予防薬としての効果もあるとされており、周りにインフルエンザの人がいるからと使う方もおられますね。さて、実際のところタミフルなどの効果はどうなのでしょうか。2014年には製薬会社などから独立した機関の様々な調査の報告が出ています。それによると、タミフルの場合は成人では7日から 6.3 日間と 16.8 時間ほど早く症状が改善。喘息のある子どもでは改善効果がなく、健康な子どもでは平均29時間早く症状が改善しています。リレンザの場合、6.6 日から6日へと 0.6 日間早く症状が改善しています。ただし、子どもでは効果ははっきりしませんでした。また大人でも子どもでもタミフルの投与で入院が減ることはありませんでした。リレンザではこの種の報告がなく、効果は不明です。タミフルもリレンザも大人でも子どもでも重篤なインフルエンザの合併症を減らしませんでした。さて、製薬会社によるとタミフルは肺炎を減らしたとされていますが、詳細を見るときちんとした研究でないことが分かりました。またリレンザは気管支炎のリスクを減らしましたが、タミフルではこの効果はなく、大人や子どもの副鼻腔炎や中耳炎のリスクも減りませんでした。周囲にインフルエンザの人がいる場合の発症予防投与はある程度効果が認められました。ただし、これはあくまで発症予防効果であって感染予防効果ではないので、発症しなくても他の人にうつす可能性はあります。つまり、その人個人はいいけれど、裏を返せば症状がなくてもウイルスを出しているので、感染を拡大してしまうかもしれませんね。結局、大人でも子どもでも1日早く症状が軽くなるといったところです。また一般的には副作用と呼ばれる副反応についてはどうでしょうか。吐き気や嘔吐、頭痛などが多く、腎障害、異常行動、ショック、肺炎、激症肝炎、出血性大腸炎などの重篤な副反応も見られています。ちなみに、異常行動の原因はウイルスと人の脳神経細胞がノイラミニダーゼという同じ酵素を持っていること、薬がそれを妨害するために起きることなのです。そして、異常行動は特に子どもに多く、亡くなった人もおられるので、日本では14歳以下には禁止されました。タミフルやリレンザなどの必要度をまとめてみました。あくまで個人的見解ですが、インフルエンザになってしまった人には、副作用の可能性を上回る価値はほとんどないでしょう。もちろん、1週間後から海外出張で1日の違いが大きいというような場合は試してもいいのかもしれません。健康で副作用があることを受け入れられる大人の予防投与としては、ある程度価値があるかもしれません。もちろんその場しのぎであり、例えばシーズンの別の時期に周囲でインフルエンザが発生した場合、再び飲まないと意味がないので、もしかしたらそのシーズンに何度も必要になるかもしれません。また何らかの病気がある人やかなり年配な方も、インフルエンザを発症して重篤になるのを防ぐ効果があるかもしれません。ただし、なってしまってから使っても意味がないことは先ほどもお話ししました。結局、製薬会社が言うほど、あるいは多くの人が期待するほど、タミフルやリレンザは効果がなく副作用もあるので、本当に必要かどうかはよくよく考えるべきでしょう。所詮、たかだか1日早く収まるだけなのですから。
使うも使わぬも皆さんの選択です。でも現状をよく知ってから決断してくださいね。今日も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。